速稼塾の久保でございます。今回はですね、YouTube 放送しながら、視聴者さんに無料プレゼントを提供して、その無料プレゼントを受け取ってくださった方に、さらに有効な方法をね、何かお知らせするっていう、まあこういった経路を作っていくための最初のポイント、無料プレゼントですよね。やっぱりね、無料のプレゼントすら受け取ってくれない方が、やっぱりこうイベントに参加するってことはないですし、ましてやね、何がしかの商品を買ってくれることってないんですよ。だから自分の放送を通じて、無料のものを受け取ってくれる人はどのくらいいるだろうかっていうふうな、マーケットサイズを測ることはすごく大事になってきます。その際、今回はヘルシー系、ダイエット系の調理師、YouTuber さんに向けてのメッセージになりますけども、じゃあ、そういった YouTuber さんがね、どんなプレゼントだったら提供して効果を確かめることができるのかなってことをお話しておきましょう。ヘルシー調理 YouTuber さんが視聴者に喜ばれる無料プレゼントは、以下の3つのポイントを意識すると良いでしょうと。まず、当たり前ですけども、チャンネルのテーマに沿っていることですよね。ですから、調理師としての YouTuber さんだったら、やっぱり食に関することをプレゼントにした方がいいですよね。それから、ヘルシー調理をテーマとしたチャンネルであれば、ヘルシーな食材や調味料、キッチン用品など、これをプレゼントするといいんじゃないかなと思います。あとはね、コストの問題になってきますよね。もしくはレシピを PDF にしてプレゼントするとかでもいいんじゃないかなと思います。で、これも当たり前ですけども、視聴者さんのニーズに合っていることです。視聴者さんの年齢層や性別、興味関心などを考慮して、ニーズに合ったプレゼントを選ぶことが重要ですよね。例えばね、ヘルシーメニューを調理しますって言っても、調理場の環境みんな違うわけですよ。もしかしたらものすごくね、小さな流しで蛇口も1個で、ガスコンロも1個しかないみたいな狭い環境でやってる方もいるかもしれません。そういった方はコンパクトなスペースでどのように調理をしたらいいでしょうかみたいなことをやるのも一つの手です。例えば食材を切るっていうフェーズがありますよね。それを一つ一つ小さなカップに入れといてね、紙コップでも何でもいい入れといて、それをこっちに置いときます。それから火をつけて水を引いて調味料をいろいろ調合しますみたいなフェーズがあって、最後に順番に紙コップを1個ずつね、こういった順番でぶち込みましょうみたいなのも、一つのね、消費者ニーズ、視聴者ニーズに合ったプレゼントと言えるんじゃないかなと思います。で、三つ目、希少性や特別感があることですよね。やっぱりね、誰にでも手に入るようなものではなくて、希少性とか特別感があるプレゼントの方が喜ばれますので、ヘルシーなメニューとかね、ヘルシーな食材、ダイエットの食材ってのは、多分近くのスーパーというよりも専門店とかになるでしょうね。そういった専門店情報を、日本全国各地のものをね、私のおすすめの店舗を紹介しますとか、通販だったらここですよみたいなことをやっておくっていうのも、プレゼントになるんじゃないかなと思います。具体的なプレゼント例としては、1つ目、ヘルシー食材や調味料ですよね。低糖質、低カロリーの食材をこちらで準備しましたので、欲しい方はプレゼントしますよとかね。オーガニックな食材、まあ、食材も腐っちゃいけないんですけども、そういったものをね、レトルトパックなどで、お話しするということとか、話題の調味料の紹介でもいいですよね。新しい新製品のコーナーですみたいなね。今年は有名ななんとかなんとかっていう会社はこんなの出してきますんで、これは大丈夫ですよみたいなのね。で、こういうのを無料情報としてお伝えするっていうのは大きなメリットになるんじゃないかなと思います。はい。で、次、キッチン用品です。ヘルシー調理に役立つ調理器具、どんなものがあるでしょうか。まあ、ザイグルっていうのいいかもしれないですよね。ちょっと高いですけども。それから、保存容器です。ダイソーで買ってきたのが悪いとは言いませんけども、やっぱりね、容器っていうのは、その容器のその素材っていうのはすごく大事なんですよ。どんな原料をもとに作られているのかによっても、そこからね、なんかこう悪性のものが溶け出してもいけないですし、レンジにポンと入れた時に熱で摩擦がね、出てきちゃいけないですからね。だからこれなら安心ですよみたいな保存器具っていうのもいいんじゃないかなと思います。それからキッチンツールですよね。なんかお玉とかね、ヘラとかありますけども、あれも安いものよりもしっかりとして永遠に使えるもの、10年20年単位で使えるものを紹介していただくと、結局コスト安ってことになりますよね。で、3つ目のプレゼントのアイデアとしては、オリジナルグッズです。チャンネルロゴ入り T シャツとか、レシピ本とか、オリジナルレシピカードとかね、あと T シャツとかトレーナーもあるみたいです。最近はオーダーがかかってから商品作るみたいなサービスもありますんで、初期費用がほとんどゼロみたいなグッズのね、サービスを展開してるところもありますので、そういったところを参考にしてもいいんじゃないかなと思います。次、体験型プレゼントですね。オンラインの料理教室にご招待みたいな形があったりとか、ズーム対談の権利をプレゼントしたりみたいなね。で、視聴者限定イベントっていうのも考えられるんじゃないかなと思います。プレゼントを選ぶ際には、今お話したような
ポイントを参考に視聴者さんがね、もらって嬉しいものを選ぶとか重要です。いらないものをプレゼントしてもね、誰も欲しくないんで、それではマーケットサイズが測れませんので、ましてや有料の商品は作っていけないでしょ。だからね、自分のプレゼントとか自分の商品を受け取ってもらうには、いくつかのフェーズがあります。例えば、この辺にね、なんか、商品があるとしますよね、商品がね。で、これに1000円つけるから受け取ってもらえませんかっていうふうに、駅前のティッシュ配りみたいに、何かお客さんが受け取って嬉しいものをプレゼントできるかどうかっていうフェーズが一つ。これは、発信者の一方的な負担になります。次は、無料なんだけども、このティッシュいりますかって言って、無料だったら受け取るやん、みたいな人がね、いるかもしれません。それは、ちょっと段階が上がりますけども、無料でもいらないよって言われる時代ですからね。まあですんで、無料でも受け取ってもらえるようなものがあなたは作れますかっていうフェーズになります。その次なんですけども、その次の第3段階目。安いもの。例えば1000円とか2000円なんだけども、このティッシュいりますかって言って受け取ってくれる人には、さらに高額なものが売れる可能性があります。で、最終的には、これ10万なんだけども、買ってくれるって言って、あ、10万でも買いますよっていうふうに言わせるかどうかなんですよね。どうでしょうかね。あなたは、どのフェーズですかと。今4つお話しました。何かの、お金なり何なりをつけたら受け取ってもらえるプレゼントなのか、何もおまけはつけないけども、とりあえず無料だから受け取ってよって言って受け取ってもらえるのか、それともね、安い、ものだから受け取ってよって言って、安いものだったら売れるスキルなのか、高いものも売り込んでいけるようなスキルなのか、どこでしょうかってことになります。その一番最初の段階が、無料のプレゼントですら受け取ってもらえない人なのか、無料のプレゼントだったらある程度受け取ってもらえるような自分の訴求能力があるのかってことですよね。はい、最後になりますけども、プレゼントキャンペーンを実施する際には、YouTube 動画や SNS でしっかりと告知を行って、視聴者の参加を促してくださいってことをね、こうやって書いてますね。はい、こちら参考資料っていうのは以下の2つになってますんでね、この2つの資料に私の考えをまとめて今回の動画も作らせてもらいました。ということで動画をご覧いただきましてありがとうございます。お疲れ様です。